カッコ教会主義は主にバプテスト派の教会のあり方。新教徒やアナバプテストに起源を持つとされている。バプテスト教会は、信仰は個人主義で、宗教に関することは一人数とが決めることが原則である。ゆえに、先例は個人が自らの信仰を告白して、信霊を受ける。個人を重視する以上、カッコ会を重視する。牧師の先任も、 カッコ教会に委ねられている。他の教会とともに、カッコ教会だけでは困難な協力伝導や出版事業、社会方針会決成などを目的として、連盟などの合同体を作ることはあるが、そのような組織においては、カッコ教会に命令が下ったり権力を振るったりするのではなく、自律性の原則が守られる必要がある。また、カッコ教会が良心的に祈り、 はっきりとした理由をもって支援から手を引いたり連盟から脱退したりすることもあり得る。連盟が個々の教会から作られているのであり、その逆ではないからである。各国教会主義について南部バプティスト連盟における協力伝道を例に取って考察する。新興大覚醒の中でプロテスタント諸派によって国内外の選挙、社会事業、文書伝道、 キリスト教教育機関の開設などを活動方針とする団体が組織され、南部バプテスト連盟でも、そのような組織が創設された。熱心にこの組織の運営のため人的、財政的支援をする者もいたが、消極的なものやはっきりと、否を表明する反ミッション主義者もいた。反ミッション主義者たちは、カッコ教会こそが、新約聖書におけるイエスト弟子たち、また、 原始教会に基づく、福音宣教の形であると主張し、協力伝道団体との深い対立に発展した。19世紀初頭の代表的な反ミッション主義者である、ジョン・テイラーは、宣教団体がスす神学校を卒業した牧師は、聖書の原点の知識などを重んじ、翻訳聖書だけでは聖書を理解することはできないと、豪語する傲慢な態度をとっているとして批判した。また、 進学教育は宣教者派遣のために献金を募ることに関しても組織の運営にとらわれて本来の宣教活動の根本精神を忘れており伝道団体の報告書の内容も不正確であるとの批判を展開したこの反ミッション主義者に対する反応は賛否両論で反ミッション主義者に共鳴して転出していった者も,もいれば協力伝道団体を支援しても自らの地域に 対する施策がなされず、具体的な還元がないことに不満を感じたために、結果として、反ミッション主義に立たざるを得なかった者たちもいた。その一方で、反ミッション主義者が、連盟の一致を乱す存在であるとして、反ミッション主義者との関係を立つ者も現れ、対立が深刻化した時期があった。各国教会主義について、南部バプテスト連盟における社会方針委員会を、 例にとって考察する。南部バプテスト連盟の社会方針委員会は当初、禁酒運動に集中して活動を行っていたが、禁酒法と呼ばれる連邦憲法修正第18条が批准されて、以降は世界平和、人種関係、経済秩序といった社会的問題にも関心が向くようになった。社会方針委員会はこれらの問題に対して貢献することを目指していたが、 それと同時に、カッコ協会の自由の原則にも配慮する必要があった。社会方針委員会は、個人主義との対立はしないことを表明した上で禁酒ギャンプルの規避、安息日の遵守などに関しては明確な立場を表明した。ただし、平和、人種、労働といった社会的問題に関しては、一般的な当たりさありのない内容にどめられていた。活動方法としても、 各国協会の一致が困難な問題に関しては、大きく活動が制限されたことや、委員の選任も、各州からバランスよく、著名な牧師たちからすることが多かったが、社会方針委員会の活動に適した能力や、関心を持った委員ではない場合もあり、予算不足もあり社会方針委員会としては、具体的な活動はもとより社会的問題に関する、十分な議論を行うことも困難であったため、 活動の大半は年次報告書の作成であった。1947年には社会奉仕委員会が常設化され予算の増額もされたのに合わせて活動の幅を広げる努力がなされたが、上記の根本的問題は依然として社会奉仕委員会の制約条件となった。ありがとうございます。